3番893番チョイギ太郎です。本日のお話は絆会のお話をします。もともと山県組、神戸山口組から処分になった山県組の下部組織であったそうですね。もう名前が何だったかわからないようなぐらい 何回も名前が変わってるんで、任侠山口組となり絆会という風になったんですね。まあそこの辺変わっていった様を説明するというよりも、まあ私が思うには、当時、まあ離脱した神戸山口組から離脱して、新しい組織を立てるって言った時に声明文みたいなものが出たわけです。その時には、まあ言っちゃなん、おじさんですけど、若い、ヤクザ組織から見たら若い世代の人たちが、上部組織に不満を持って、こうでありたいという理想で離脱したっていうのは、なんとなくわかる気持ちがあって、この懲役太郎も陰ながら、あ、そういう新しい発想で、新しい考え方でやるなら、別に何を直接どうこうじゃないですよ。なんか陰ながら応援したい気持ち、あ、そういう人も出てきたんだ。本当にこうやって自分の考えと発想で新しいことをやろうということができるんだ。いや、本来のヤクザ組織で言ったらダメですよ。逆縁なんで、逆らってるんで。あ、もう新しい考え方で、新しいものを作ろうとする何か動きが出るんだな、と思って、すごく期待をしたんですが、その組織名が、任侠山口組って言った時点で、あ、もう終わった。もうダメだと。これじゃない。もう言い方悪いんですけど、小田組、トップの小田会長の名前を取って、小田組とかだったらまだ良かったんです。しかも、山県組、神戸山口組ならず、もともといた山口組の批判までするということをしてしまった時点で、ああ、これはもうダメだと。確かにそれはあるのかもしれないけども、それを公に言うことではないんです。ここで一言を私みたいなのが言うのは、本当に申し訳ないし、私も言える立場じゃないんですけども、一般社会の方々が誤解していることがあるんで、申し伝えておきたいと思います。私がその方の名前を出したり言うのもはばかられるんですが、その組織のトップである方の名前、6代目山口組のトップである方の名前を何かの表紙で簡単に名前が出てきますよね。もうそれがタレントのような、芸能人のような、そのような引用で、家業名、都姓名と本名が出てくるわけです。それを平気でみんな口をするわけです。もう、私みたいな、もう、全然関係ないし、そこからもう離脱してる人間から一度でもその家業の飯を食った人間であれば、それは言える名前ではないんだけども、それを一般の人たちは関係ないから言うんだけど、それに対して批判や考えなんていうのは、遠く及ばずなんです。喋ったこともないし、会ったこともないけども、じゃあ、どういう形でそこに尊敬の念だとか、もっと言ったら恐れや敬いの考えが来るかって言ったら、自分がついて、命をかけてついてく親分、兄貴分の、その親分、兄貴分の、またその親分、兄貴分が尊敬している人なら、尊敬せざるを得ないという考え方なんです。遠く行くから関係ないわじゃないですよ。まあ、これを例に挙げて言うと大変申し訳ないんですが、皆さん、まあ、今回、元安倍首相になるのかもしれないですけど、安倍がとか、安倍総理がって、簡単に悪口言ったり批判しますが、本人目の前にして言えるかって言ったら絶対言えないですよ。元総理、総裁、首相、経験者、いろんな人が いると思います。不祥事に遭われて辞めていってみんなあんなのかこんなのか、本人目の前にしたら絶対言えないですよ。そこまで行く人っていうのはそれなりのことをしてきているわけだり、それなりの人物なんで、本人目の前に、おいなんて言えるわけもないんです。それを忘れて何かタレントのような言い方をして揶揄したり、悪口を言ったり、それをしてしまったんですね。絆会はもう絆会というふうに名前を変更しようが、トップであったりその執行部はもうそれは許されるわけもなく、ただその組員に関しては責任はないので、戻ってくるなら戻ってこいという形なんです。私は絆会のことは特別触れなかったんですけど、やろうとしたことっていうのはすごくわかるんですよ。もう私たちみたいな処分になった、いわゆる処分、もう辞めた人間たちからも、あ、こういう人が出たんだ、こういう風な動きがあるんだっていうのは、ちょっと光を見たような気はしたんです。ところが、もう上部団体のみならず、関係ない、自分たちとはもう山口組の杯もないところの名前を語り、その山口組を模したっていう時点でもうダメだな、いうことなんです。で、現在においては、神戸山口組から離脱した池田組と何か合流して活動しようとかっていう動きがあるみたいですが、実際もう、どこそこで会合を行った、どこそこで接触をしたっていうことが、もう漏れちゃってるんですよ。私みたいなところにも、私もこういう活動をしておりますと、いろんな情報が入ってきます。そんなようなことが漏れ伝えるぐらい、調べればわかるぐらいという甘さ。わざとそれをリークしてるのかわかりませんが、こんなことやってるよ、あんなことやってるよっていうことがもう漏れ伝わるようでは、もう組織としては手はなしてないというふうに思ってます。まあ今後どういうふうになっていくか、私は見守っていきたいと思いますが、このままでは未来がないと思います。以上です。